スタジオジブリのアニメ映画、もののけ姫の主題歌で知られる歌手、メラヨシカズが昨年末、くも膜下出血で倒れて、緊急入院し、手術していたことが7日、分かった。今年に入ってから破水凍傷を発症し、1月中旬に再手術、3月末に退院を、現在は復帰を目指してリハビリを行っている。昨年12月、鹿児島で行われた講演会から帰郷し、翌日の昼頃、都内の自宅でくも膜下出血を発症し、倒れているところをマネージャーが発見した。都内病院に搬送され、緊急手術。その後、水頭症を発症して、1月中旬に再度手術を、先月末に退院した。退院直後、自身の症状について、メラは、講演会から、家に、帰ってきてからや手術直後の、記憶は、全然覚えがないんです。それまで頭が痛いとかもなくて、2回目の手術後から意識がはっきりしてきました。現在は麻痺があるかどうかを、チェックしてリハビリを、行っています。最初は体の右側の、機能が落ちている感じがしたんですが、今は動きますし、言葉もこれだけ喋れて少し安心しています。と、胸中を明かした。リハビリの状況については、脳外科の先生からも、体を、使うことによってリハビリになる、とおっしゃっていただいているので、今は規則正しい生活を、して、ゆったりする時間と、リハビリなどの、攻める時間の、メリハリをつけ、家の中を歩いています、と、説明。これからもいろんな人を喜ばせる歌を、歌えるように、今年の秋からは舞台に立っていきたい、と、復帰への意欲を語った。メラ、は、生まれつき骨が脆い先天性骨形成不全症の、難病を患いながらも、94年、専属学園音楽大学を、首席で卒業。96年にアルバム、母の、歌、メラヨシカズ日本歌曲集、で、CD デビューすると、翌97年にアニメ映画、もののけ姫、の、同名主題歌が大ヒットした。98年には長野パラリンピックで、アブエ、マリア、を歌うなど、世界的なカウンターテナーとなり、音楽活動や自叙伝出版のほか、最近では講演会などでも、全国を飛び回っていた。記者会見などは未定。発声練習にも前向きに、取り組み、秋頃の復帰を目指す。